清四郎。我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に。清四郎。これが現実だ。
死んでみるかい。いざ尋常に。感覚を研ぎ澄ませ。くしゃー、勝負あり。制しろ。次はない。今がすべてだ。僕の名前はターシャンマオ。よろしく。いざ尋常に。マイル。マイル。痛い。感覚を研ぎ澄ませ。制しろ。これが現実だ。こっちよ。私はここ。そう、そのまままっすぐ。イラつくんだよ、てめえ。いざ尋常に。おらおら、死ね、死ね。マイル。感覚を研ぎ澄ませ。制しろ。次はない。今がすべてだ。あんまりはしゃぐなよな、俺の町で。いざ尋常に。
感覚を研ぎ澄ませ。これが現実だ。絵から飛んでみ。いざ尋常に勝負。やった。やったやったうっ静止郎。次はない。今が全てだ。命の無駄遣いはよしな。いざ尋常に勝負。ごめん。勝負あり。武士の凛か。あんたが悪いんだよ。それが本当の痛みだよ。反射しろ。研ぎ澄ませ。無双石雲流、吉野凛花、参る。
いざ尋常に勝負。が悪いんだよ。それが本当の痛みだよ。反射しろ。研ぎ澄ませ。無双石雲流吉野凛花参る。いざ尋常に勝負。はい。すませ。勝負あり。清四郎。次はない。今がすべてだ。久しぶりに血がたぎる。嫌いじゃないぜ、こういうの。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。ほらよ。ほらよ。痛いだろ？それが現実だ。清四郎。次はない。今がすべてだ。何時、孤独を受け入れよ。いざ尋常に勝負。あがなえ。あがなえ。あがなえ。Let's
孤独を受け入れよ。いざ尋常に勝負。あがない。あの。あの。感覚を研ぎ澄ませ。次はない。今が全てだ。私の話を聞いて。私の名はラコルル、光の巫女。あなたにお願いがあるの。今あなたの目指している人は恐ろしい人たちの仲間。その人たちの名前は、ハギョ三人衆、邪悪な意志を継ぐ恐ろしい人たち。20年前、邪悪な意志の元となった人物が現れたの。名前はおぼろ。その人物は今の世の中を混乱させて、強い者だけが生き残る国を作ろうとしているわ。その時にオボロは、邪魔になる私たち光の巫女を恐れて封印したの。お願い、私はもうこれ以上動けないから。でも、もう一人の光の巫女、彼女なら、きっとあなたの助けになるはずよ。彼女はこの先で長い眠りについているわ。お願い、あの子を助けてあげて。名前はエブリル。私の妹なの。我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。
感覚を研ぎ澄ませ。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 勝負あり。静止郎、これが現実だ。暖かい。すごく暖かい光だ。私はどうしてたんだろう。気持ちいい。なんだかすごくよく寝た気がするな。姉様？姉様が近くにいる。待っててね。すぐに行くから。ありがとう。もうすぐこのリムルルの目を覚ますわ。あなたが傷つき、先の道へ進めなくなった時、リムルルがあなたの助けとなると思うの。どうか邪悪な意志を滅ぼして。おうおうおう、人呼んでつむじ風のガリオ様とはわしのことよ。おう、いざ尋常に勝負。
これが現実だ。私に出会ったこと、いい思い出にしてね。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。勝負あり。静止郎。次はない。今がすべてだ。我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。感覚を研ぎ澄ませ。感覚を研ぎ澄ませ。
無駄なこと。はい。感覚を研ぎ澄ませ。勝負あり。エロシュ。女だと思って甘く見たのが敗因よ。反射しろ。我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。無駄なこと。勝負あり。エロシュ。女だと思って甘く見たのが敗因よ。反射しろ。研ぎ澄ませ。まだだ。我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。はい。感覚を研ぎ澄ませ。感覚を研ぎ澄ませ。感覚を研ぎ澄ませ。
感覚を研ぎ澄ませ、次はない。今がすべてだ。気はゼロだ。万物いかなる存在も我が領域に踏み込むことあたわず。脳に焼き付けておけ。
一瞬だ。いざ尋常に勝負。その程度我が領域はゼロだ。反射しろ。食らいつけ、その怯えた目で。いざ尋常に勝負。その程度。感覚を研ぎ澄ませ。静止ろ。これが現実だ。
色。